北海道コンサドーレ札幌、コンサドールズコンサドールズとは、プロサッカー、J リーグに加盟する、北海道コンサドーレ札幌のダンスドリルチームの名称。チームコーディネーターは、金子恵子コンサドールズは、トップサテライトの他に、サッカー同様に、ユースジュニアキッズを設けて育成も行っている。トップとサテライトは、勝利の女神として、すべてのホームゲームで、 ダンスパフォーマンスを披露するほか、クラブの広報宣伝活動や地域、貢献活動として、道内の様々なイベントにも参加出演する。地域貢献活動は、ドールズと道く君と選手で結成するサンタ隊として、養護施設訪問や病院訪問など参加をする。ユースジュニアキッズは、ホームゲームで、イベントやビッグゲームの開催の際は、 トップと一緒にダンスパフォーマンスを披露する。毎年1回だけオーディションが開催され、トップとサテライトもこのオーディションに参加する。ドールズは年齢制限を設けていたが、2019年のオーディション募集から年齢制限が撤廃された。書類選考で通過した者の,のみが次のオーディションに参加ができる。オーディションではダンス、1分間のオリジナルダンス、 応援コール、集団面接が行われる。2011年にファイターズガールと9月7日と21日に交流したことがある。7日はファイターズのホームでファイターズガールとともにコンサドールズが出演。21日にはコンサドーレ札幌のホームでコンサドールズとともにファイターズガールが出演した。2007年から毎年行われる。 一般公募で集められた60歳以上の女性で結成する月下美人がドールズシニアとして簡単なダンスパフォーマンスでコンサドーレ札ホロのホームゲームに1日限定で出演する。月下美人講座ではホームゲームでダンスパフォーマンスを披露することとは関係なくダンスを楽しむための講座がありプロデューサーやドールズメンバーが丁寧に指導をしてくれる。なお主催は コンサドーレ北海道スポーツクラブが担当。金子恵子が主催のスタジオネオに所属する国内外で実績を持つネオロケッツが母体となり、日本サッカー史上初のオフィシャルダンスドリルチームとして1997年に誕生。指導当初はスタジオネオの生徒が中心に結成していた。同年5月15日の JFL 第5節。 大塚 FC 戦でデビューし、1998年4月15日には仙台スタジアムで同外デビューした。キックオフ50分前にダンスパフォーマンスする、コンサドールズキックオフ50分前にダンスパフォーマンスを披露している使用テーマ曲。2005年はキャプテンとなる人材を育成するために、キャプテンは不在となった。内はトップ在籍年数。ありがとうございます。